ウィリアム・キャリー・ビル・リーは、アメリカの軍人。米陸軍空兵隊の父としてその名を知られる。最終階級は少々。1895年、ノースカロライナ集団にて父、エルドリッジ・リーと母、エマの間に7人兄弟の一人として生を受ける。父は商人だった。リーは、ウェイクフォレスト大学及び、ノースカロライナ州立大学に通った。 ノースカロライナ州立大学在学中に予備役昇降訓練課程に志願して卒業し、その後1917年には陸軍将尉に任官した。第一次世界大戦中はアメリカ遠征軍に参加し、フランスに展開した。アメリカが第二次世界大戦に参戦した頃、少々に昇進したリーは空挺作戦の支持者となっていた。当時、陸軍内では、 空挺部隊を支持する将校は少なかったが、フランクリン・ルーズベルト大統領はこれを支持しており、リーに陸軍初の空挺招待編成を命じた。これに従い設置された暫定落下3集団は、やがて米陸軍空挺コマンドに発展した。ジョージア州、ホートベニング内に設置された陸軍工科学校の初代校長もリーが務めた。また、 こうした初期の空挺部隊を指導した功績により、リーは陸軍主君賞を受賞している。1942年8月、リーはルイジアナ州キャンプクレーボーンにて新設された第101空挺師団の師団長に就任する。この際、彼は部下の将兵に対して、第101師団に歴史はないが、運命とのランデブーがあると語った。この 運命とのランデブルという言葉は現在まで第101師団のモットーとして受け継がれている。リーは D デーに備えたノルマンディ方面に対する空挺作戦の立案に携わり、また第101師団の降下訓練を行った。しかし進行の6ヶ月前、リーは心臓発作や脳卒中といった健康上の問題から前線を離れることを余儀なくされ、 マクスウェルディ・テーラー将軍が師団長の職を引き継いだ。空挺隊員らはリーを称えるべく、D デーにおいて、ビルリーの掛け声と共に、フランスへと降下したという。1944年末に陸軍を退役し、それから4年後に、ノースカロライナ集団の自宅にて死去した。1918年6月、デバ・ジョンソンと結婚している。彼の自宅があった場所には、 現在、ジェネラル・ウィリアム・シー・リー空挺博物館がある。2004年10月11日、アメリカ合衆国上院では、男郵便局を、ジェネラル・ウィリアム・キャリー郵便局と解消する、法案が通過した。ノースカロライナ州立大学のリー学生寮も、リーの名にちなんだものである。リー学生寮は、ノースカロライナ州立大学最大の学生寮の一つである。ありがとうございます。